やっほー、緑の帽子がトレードマーク、カタカレ応援大使のカタカレちゃんです。今日は新作発表イベント、ことぶきやコレクションの注目コンテンツを紹介していくよ。それがこちら、本日初発表の新シリーズ、幻想美術館です。ファンタジーな感じですっごく素敵なロゴだよね。幻想美術館が一体どんなシリーズなのか、ことこれちゃんから説明させていただきます。コンセプトはフィギュアから始まるおとぎ話。このシリーズのためだけのオリジナルストーリーを用意していて、その登場人物をスケールフィギュア化していきます。フィギュアから始まるってあるように、なんとフィギュア以外にも展開を広げていくんだって。イラスト、歌、ショートノベルを通して浮かび上がるファンタジックな世界観を楽しみにしていてほしいな。幻想美術館に登場するキャラクターを生み出してくれたのはイラストレーターのみどりふうさん。ライトノベルの挿画やゲームのキャラクターデザインなどで活躍されています。そんなみどりふうさんが描いてくれた気になるキャラクターイラストをお見せしましょう。水晶の天使、アリアちゃんです。透け感のある翼や水晶が綺麗だね。このイラストをもとにフィギュアの制作を進めているよ。よーく見ると頭の輪っかが三角形だけど、これって何か意味があるのかな。アリアちゃんにどんな隠されたエピソードがあるのか、今後の発表を楽しみにしててね。みどりさんからアリアちゃんについてのコメントももらったよ。皆様こんにちは。フィギュア企画は初めてで、とても楽しく設定画を描かせていただきました。ニュートラルなファンタジー世界をイメージしています。アリアはコンパクトに収める上半身と、のびのびした足と翼の対比を意識してデザインしています。とても優しい女の子です。仲良くしてあげてくださいね。これからも世界観を構築した製品を作りたいと思うので、ぜひよろしくお願いいたします。だってみどりさん、ありがとうございます。アリアちゃんがフィギュアになるのが楽しみだな。あ、そしてアリアちゃんが歌う曲のミュージックビデオを制作中なんだって。今日は先行で一部公開します。どうぞ。歌声だったね。ああ、感動しちゃった。ミュージックビデオ内のイラストもみどりふうさん書き下ろしの超豪華仕様なんだ。今日はイントロだけ聞いてもらったけど、フルバージョンも今後公開予定だよ。特設ホームページを鋭意制作中で、春頃にはもっとたくさんの情報がお届けできそうとのことです。幻想美術館をよろしくお願いします。